列車はコール北海道の始発。再び朝6時3分。マイナス16度。始発に乗って、網走に向かいます。ちなみになう、釧路駅。桃の乗り鉄日記。専門本線は釧路駅と網走駅を結ぶ 166.2km もの路線。時間にして約3時間15分ほどの旅です。遠くに開けていく茜色の空を見ながら出発進行。1964年、50年以上前の駅長が絵付けをしたことで、今も単調が訪れる茅沼駅。幻想的な湿原の初層を楽しめるのは、釧網本線だけ。いつ来ても変わらぬ美しさに、すっかり大満足な伊藤でした。茅沼駅の隣駅、標茶駅で釧路湿原もおしまい。車内の様子もちょっぴりご案内しますね。座席にも北海道の動物たちが描かれていて可愛い。テーブルっぽいのがありましたが、引き出せませんでした。いまだに JNR と書かれた扇風機発見。すっかり明るくなった銀世界。ここからは上り勾配。もうもうと白い煙を上げながら機動車が走って行きます。ビルワ駅は可愛らしい動物たちが描かれた貨車駅舎。国鉄から JR に移り変わる際に大量に払い下げされた貨車の車掌車を使ったもので、北海道では未だに見かけることができます。
今のデザインは2019年に塗り直されたばかりのもの。まだピカピカです。硫黄岳の近く、川湯温泉。せっかくなので車窓を見つつ、川湯温泉駅の話でも。川湯温泉駅は駅に降りただけでも硫黄の匂いがかすかにします。そして10分ほどバスに乗車すると、硫黄の匂いたっぷりの美肌の湯、川湯温泉街もあります。駅では昔使われていた駅長室を改造したオーチャードグラスというレストランもあり、北海道の味をいただくこともできます。前に食べたビーフシチュー、めっちゃお野菜美味しかったんですよね。川湯温泉駅を出ると、今度は配り勾配、硫黄岳、そして次第に遠くには知床連山を眺めながらごとごとと進んで行きます。一景色綺麗だね。知床斜里駅を過ぎると、ババンとオホーツク海が広がる車窓を楽しめます。ここから網走駅までが流氷ポイントなのですが、アップにしたら分かりやすいですかね。遠く海の沖に流氷っぽいものを発見。今回の旅の目的は、このオホーツク海沿い区間の知床斜里駅と網走駅を走る流氷物語号の乗車。いや、それにしても日本と思えない雄大な景色です。そして列車は山別駅に到着。この渋い木造駅舎に入っているラーメン喫茶駅場所では、海の幸がふんだんに乗ったラーメンも食べられるんですよ。5月から10月終わりまでの夏の間しか止まらない厳正火炎駅追加。実は奥に見えるのは湖です。遠くに斜里岳を眺めながら雪原を進み、雪の町に入ったら、というわけで網走駅に着きました。ここからは流氷号に乗って流氷に行こうと思います。その様子はまた次回お届けしますね。またね。マジ寒い。専門本線の旅、お付き合いいただきありがとうございました。次回は流氷物語号乗車レポ見てね。いいねって思ってくださった方は、ぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。